ということで、とうとうね、ダンクマッチもいらっしゃらなくなったので、撮影させていただけるということで。あれ、行け？ちょっと全然詳しくないからあれだけど。なんかね、スーパーヘッドだと、ドクターマーチンさんのなんかこう、ポップアップということで、なんか、バンド T とかね、いろいろあるっていうことなんで。ここら辺のラインナップ。今日もだって原口気合入れてな。それはそうよ、メタリカや。メタリカ。ああ、それはメタリカや。これもサンプルでいただいたやつでしょ。え？サンプルでいただいたやつでしょ。ありがとうございます。かっこいいじゃん、でも普通に。かっこいいでしょ。ね。あ、ここは多分ね、バンド T 行こう。あ、普通にかっこいいじゃん、そこら辺。バンド T ってさ、俺全然その相場とか全く知らないんだけど。俺もね、いまいちわかんない。ちょっと、どういうこと？どういう感じでした？ 2。 ヴィンテージ3万。さあ、パブリックエナミー。もうこれ、ヒップホップですよね。あ、裏かっこいい。パブリックエナミー。ほら、シップリームもほら、パブリックエナミーってやってるでしょ。あ、やってた？やってた。いつ？ちょっと前ぐらい、パブリックエナミーやってた。ほんと？うん。あ、知らないで買ってる？いや、知らなかった。いや、買ってないと思う。知らないから買ってないと思う。そういうのがいるんだよね。いや、だから買ってねえって言ったら。もうメタリカだね、これ。はいはい。あ、原口来てるから。ツアーティー。これツアーティーだろ。2006年とかだね。すごいね。そんだけ回ったよってことね。そうそう。これ2万だね。これギルダンとかなの？違うの？どうだ？バンド T ってギルダンのイメージなんだけど。チェンジーズとか。あ、スレイヤーとかだね。スレイヤーじゃん。お、ピンクフローとか。お、すげえかっこいい。知らない。なんか有名？これも。いや、ピンクフローなんか、超昔の、これ2万もしてない。あ、結構やっぱヴィンテージだからみんないいね。そうそうそう。そんなむやみに触っちゃダメ。うん、本当はだから手袋レベルも。手袋レベル。ダバリさんと。相当よ、これ、ピンクで。これ、まあ、切れないですよね、これ。でもなんか大きめな感じするけどな、全体的に。他、ほら。エリル・クルジェとか。いや、知らねえ。いや、ラッパーよ、もう。メタリカ。メタリカ。メタリカ、かっこいいな、やっぱメタリカ。いや、すごい。カセットみたいな。あ、そうよ、そうそうそう。カセットはデザインしてる。それはしてんだけど。あの、カセットの感じめちゃくちゃ出てるなっていう。ああ、そう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 。あ、それメタリカのガンズの二大。ガンズ？ほうほう。すごい。フェイスのオマーって、わっ！マイク・パットン先生。マイク・パットン先生の。いや、そちら。え？それは知らん。マイク・パットン先生よ、フェイスのオマー。レッド・セッピン。これも有名でしょ。レッド・セッピン？レッド・セッピン。俺の同型のレッド・セッピン。めちゃめちゃかっこいい。インデージシャツみたいなの着てるよ。あ、これ値段ありますね。すごい。あ、オジーね。おかっこいい、これ、オジー。オジーって何？オジーオズボンね。オジーオズボン。あー。メタリカ、これもかっこいいね。あ、すごい。あー、すごい、すごい、すごい。すごい。こっちが違うんだ。これ4万。相当ヴィンテージ。あ、パンテラもね、パンテラ。何、パンテラって。いえー、もうパンテラ、うわ、もう。極悪ブルータルモッシュだから知らねえから。知らねえから。あのライブしてたらね、最後ガガガガって銃殺されてた。え、リーダーとか。マジ？ボーカル生きてるけど。マジ？結構事件、大事件。シドビシャスが客殴りに行くみたいなのより全然度を超えて、やばいと思う。バットルエージェンド、ほら見たな、この前。いや、バットルエージェンド、もうパンクのレジェンドよ、もう。これ普通にでもかっこよく見えるね。やっぱメタリカ多いやん。メタリカ多いやん。この人チョイスバッチ風じゃん。いや、そうでしょ。メタリカ。あ、ビートルズ。メタリカ、あ、ビートルズ。ビートルズ。はいはい。あ、これミスフィッツだ、これ。怖っ。ミスフィッツ。ミスフィッツ知らない。ミスフィッツ聞いたことあるな。なんだっけ、ミスフィッツって。こういう髪型した人たちが、こう、おじさんなんですね。え、M 字バングってこと？え？ M 字バングってこと？ M 字バング？M 字バング。ヤマピーとか昔クロサギの時とかやってた。いや意味がわかんない。あの髪をひゅって。いや水フィッツの髪型なんだよ、これが。こう髪型倒せる。お互いにわかんないもの同士で喋ってるし。あ、スレイヤー、あ、すごい。スレイヤーもうなんかね、うん、ツアー中止し、ツアーもやらないから面白いんだから。いくらするの？3万。みんなやっぱ平均3万ぐらいするの。サムライフって言ったらほら2パックでしょ、ここ。これこっちもだって2パックじゃん。2パック、お、すごい。すごいね、これ。状態めちゃくちゃいいですね。あ、そうなんだ。相当難しいですよ。ビースティー、うわ。ビースティーボーイズ。ビースティーなんだよ、この。ビースティーボーイズ。このジャケットなんだっけ？ハローナスティーじゃん、なんだけど。あ、ちょ、これさ、このルート6ってあるじゃん、もともと。あ、そうね。そうこれ666は、それをもじってんの。なんだよ、そう、ルートの66って。ホワイトゾンビ。悪魔の数字やろ、これ。ホワイトゾンビよ、これ。都市伝説に歩み寄れよ、お前。ホワイトゾンビ。セロホワイト、ロブゾンビがいるね。
でも普通にこのデザインかっこいいね。あ、そうでしょ。あいつどうよ、もう、ほら、バックパブリックな。スナックダンスのあの、なほら、これ見たことないこれ。この、これほら、スプレーで使ってるでしょ。あれ使ってるね。てか、あれ、スターウォーズのやつじゃないの。あ、違う違う、あれパブリックなの。あれってこれをもじってんの。そうそう、で、このマークもあるでしょ。スターウォーズみたいな。なんか黒いさ、ダウンジャケットがある。アンダーバとコラボしたやつじゃないの。あ、そんな感じかもしれない。パブリックなの。あ、すごい。一応もっと普通にパンツとか。コロマ79とかしてて。そうだよ。こっちは何なの昔のサブロース。結構安いですよ。九州なってるんだ。パタゴニアだ。キッパチ？キッパチで。これ誰かが来たやつ？誰かそれ古着だからね。あ、そうですよ。あ、そうだね。誰か来てって言える？全然いける。あの、おか、そんちのお母さんがニートン握りとか言ける？あ、全然いける。え、いけない人？え？人による。人で判断するなよ。お母さんお母さんでしょ。人による。俺全然来る。そいつんち汚かったらちょっと無理かも。ああ、全然来る。はいはいはい。あ、いいですね。パタゴニアね。これかっこいいな。いいね。コロンビア。コロンビア。お、いいじゃん、これ。めっちゃ面白い。こういうのを着てる、似合う、髪ショートカットのマイライパッツンの女の子と付き合いたいわ。あ、いいね。わ、うん、かる？その感じ。そうだ、バンド系よしみたいな。お前、めちゃめちゃ無視じゃん、俺のこと。ビースティーボイスだ。え、これかっこいいんだけど、一番これかっこいい。お前とどうする？でも、ちっちゃいな。これちっちゃいんだけど、もう、下押してちっちゃくなってるみたいな。縮んでるもんね。でもやっぱ昔のパタゴニアとかが多いな、やっぱり。パタゴニア、コロンビア、ノース、マウンテン系の。あ、こっちもあるね。そうだ。MA1 ね。ちょっと話題切れないですけど。もし興味ね、あるかと絶対行きたほうがいいじゃん。あれ確かに切れないかも。切れないですよ。これ実は結構ちょっと切れない。確かになんか大きいのでいいのあればとか言ってたけど、多分切れないかも。そうね、ちょっとだいぶ縮んでるから。田口一押しだけ教えて。私一押し、うん、まあやっぱちょっともうね、3人揃うことがもう二度とないビースリーボーイズ。はいはいはい。このジャケットなんだっけな、インタグラって入ってるから。ちょっとやっぱ3ついくか。3つ行きます。私はもう2つ行こう。やっぱミスフィットですかね、これね。これ見たことあるぞ、絶対誰か。これ怖いよね、でもね。このプリント割れがまた怖く見えてかっこいいな。まあ、日本でいうところのバルザックみたいな。へぇー。なんでしょうね。ラスト。あ、パンテ、これかっこいいっすよ。これかっこいいね、やっぱね。さっきも思ったけど。パンテラ。裏もね。そうそう。これ切れんじゃない普通に。切れそうだもん。これいくら1万5000円買おうか。1万5000円、うん、ダンクじゃん。ダンク。やっぱね、フィリップ・アンセルモ先生がね。穴開いてる。穴開いてる。乳首が出ちゃう。なんか、アイスティックで刺されたみたいな。うん、フィリップ・アンセルモ先生がね、やっぱ。好きな方が。かっこいいね。かっこいい、かっこいい。スーパージョイント・リッチャーとかね、いろいろね。こっちはこっち無視。ダウンとか。これと関係ないの。これ普通と違うんだよ。こっちは関係ない。新品っぽい。あ、人が来た感ない。うん。まあ、でもこれもいいですよね。これいいよ。二大ツアー。ガンズともうたまんないでしょ。ボーイみたいじゃんこれ。1992年、28年前。92年。92年。この次の年に奥山さん生まれてる。あ、そう。1993年。でこれもまあ、スペシャルゲストフェイスノーモア。もう。これ何？これボーイみたいじゃんこれ。え？ビートルズとかボーイこんなのなかったっけ。ああ、いや全然知らん。なかったっけ、気のせいかな。これだよね、やっぱ。ユーズやイリジョンかな、このジャケットはね。確かにこれかっこいいな。かっこいいでしょ。こんぐらい穴っぽく開いてたっていいんじゃないの。ダメ？いやー、ちょっと毛がはみ出ちゃうかもしれない。毛がそんな体毛濃くないでしょ。もうギリギリ切れてこれかな。これか、バットルリジョン。バットルリジョン切れるかなって感じかな、これ。バットルージョンもうパンクのもう確かにこれもかっこいいね。かっこいいでしょ、うん、スレイヤーはね、いい結構ラウドパークがねこう来たりとかして、でもうね、ゴロタイでもうツアーやないっすって、うん、はいはい。それこそマジでパスヘッド好きなんだよ。どこ行ってこれか、これね、パスヘッドなんかね、めちゃくちゃパスヘッドっぽい。めちゃめちゃパスヘッドでしょ。合わせやすそう。そうそうそう、パスヘッドの
デザイン、グラフィックで担当してたの？あの茶色のやつ、セカンドだっけ？そうだよ、うん、グラフィック担当が。そうそうそう、めっちゃこれと合わせるっていう人いてるのと決まりそうだ。なんかあれだっけ、ファーストだっけ？ファーストだと思う。え、ファーストがピンク、あのピンクか、セカンドとかね。セカンドが茶色、サードがまた出るんだってね、噂もね、噂はあるけど。じゃあ現場からは以上です。はい、はい、ぜひねパンテラチェックしてください。パンテラね、はい。